日本中国地方島根県大田市、大森大森は、島根県大田市の地区である。当地の中枢地は、江戸時代に、天領の支配のための大森大館所の陣屋町であり、岩見銀山の鉱山町であったことで知られる。大胸旧大森町に該当する。明治期に、大森村を経て、大森町となり、大田市に編入し、現在に至っている。中世に、 大森の地で銀山が発見されて、以来、大内氏小笠原氏天子市、毛利氏など戦国大名の攻防が繰り広げられた。近世には、天領として、銀山奉行が置かれた。銀山旧期には、大森では、慶長年間から寛営年間にかけて人口が20万人に達していたという記述があり、この値はかなり誇張されていると考えられているものの、 岩見銀山が繁栄を極めていた時代であることは確かである。その後、次第に銀の産出量は減っていくことになる。1866年7月の第2次、長州戦争で岩見国の幕府軍は敗走して、大森は長州藩の支配下に入る。1869年に幕府直轄地であった旧岩見銀山領は旧浜田藩領と共に、 大森県となると、大森に県庁が置かれた。しかし、翌年に、大森県は廃止されて、浜田県となり大森の県庁は廃止された。1923年には、岩見銀山が閉山となるなど、その後の人口、世帯数は、減少傾向にある。元は、旧二間郡様村と呼ばれ、明治期の町村政志向により、二間郡大森村となり、 1903年調整施行で、大森町、1956年9月30日に、大田市に編入合併する。なお、旧、様村の内赤八区は、明治期に栗村に編入されて以降、大田市、栗町の一部となって、現在に至っている。1969年には、岩見銀座遺跡が、国の史跡に指定され、1987年には、 大森の町並みが種別、鉱山町で重要伝統的建造物群、保存地区として選定された。そして、2007年には、世界遺産、岩見銀山遺跡とその文化的景観の一部として、登録された。伝統的建造物群保存地区は、銀、山川沿いの谷間に、 約 2.8km にわたって続き、大寒所跡などがある北部の町並み地区と南部の銀山地区に分かれている。大森町に関するカテゴリー、ありがとうございます。